その事件は有罪のはずだった。8番目の男が異議を唱えるまでは。パク・ヒョンシク主演映画、証拠、証言、自白まで揃った殺人事件が、8人の陪審員の行動により裁判は思わぬ方向に。実在の事件をもとに描く、一般市民が真実に挑んだ感動のリーガルサスペンスストーリー、8番目の男。